まあ、これはさすがにやんないようにしよう、うん、行きましょう。さて上か。あー、ドットあんな。あー、あ、このあと来た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 、 OK。 さてこの辺はいいか。あとそこ、よし。これむずいな。ちょっと待って、これこうじゃないよね。これはいけないもんね。こっちだよね。うわ、これいけるかな。うわうわ、怖っ。すんごい怖い、これ。あぶね。よしよしよし。よしよっしゃ。オッケー。次は？次。どこ行くんだ、これ。多分、ん？そうだね。多分、こっちだね。そうですね。よっ。ここ来て。あ、やべ、あー。よっ、あー、ほんとは中に入るんだろうな、あん中。よし、来た。オッケーオッケー。あぶねあぶね、これも針だ。注意、よし。そしたらそこ、よし、来た来た来た。タス乗らなくてもいけましたね、これ。オッケー。ほんとはタス乗ってくんでしょうけどね、これ。よし、そしたら上に上がって。うわ、判定むず。次は、あ、そこ、ここか。あー、わかったわかったわかった。そういうことね。これ、よし。うわー、これむずいんだよね。うわー、そう、これがむずいのよ。結構やられるな。あぶね。よし、これね。オッケー。よし、で戻ってくんだよね、これ。オッケー。待って、これ取れる？よしよし、オッケーオッケーオッケー。いいね、よかった、試して。さあ次。あ、でこれで、うわ、そうなんのね、わかりました。よし、反転。これきついな。あー、むずい。決めろ。よし、きた。 OKOKOK。 うん、うわ、3連か。上下3連。まあひたすらやるか、これは。で、羅生門でいいんですね。あ、あれ、あ、セーブ取れるな。セーブロックないね。ってことはこれ超えた後取れますね、セーブ。よし、頑張ろう。きたきたきた。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、割と早かった。ちょっと埋まるんだよな、だから。そこ、もうちょい。来た来た来た、オッケーオッケー。よし、ゴール。さて、来たぞ。次は、わお、すごいな、これまた。うう、あ、よし、いけ。よしよし、来た来た来た。オッケーオッケーオッケー。これさ、よし、いいね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 。さて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 、これいくよ。よし、オッケー、これだ。これは、あ、足すか。足すだけど、あー、位置的には、あ、ここか。よし、じゃあ行きましょう。よっ、
さて、合う。そこ、よし。これ V か。あ、V もしくは、あー V だな。よし、 V、 よし、来た。うわー、あ、待った、それは違うか。下のまずはあそこに入んのね。うわー、狭いの。オッケー。さあ、あるね、出っ張り。オッケー、慎重に行け、慎重に、何度でも。オッケー、よし、いいでしょう。ターン、ワンジャンで入んのか。うわー、ここはワンジャンだね。あ、しまった、いけたじゃん今。あぶね、よし、来た来た。そしてここか、また同じような感じ。いくよ。あー、オッケー、いくぞー。よし、来た。オッケーオッケーオッケー。ふう、おっかねー、後半一発だった。次はここか。あ、でもここは、そんな難しくない気がするな。ここ、こ、越えちゃえば。これって、また U ターンで行くか。よし。そしたら、合う。こうやって最初は行ってたんですよね。こういう感じで。あ、これでも、どっちでもいいかな。いけましたね。さて、では入ります。ほい。ん？ちょ、セーブ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 。ボスか。ボスプルミ、あ、これ、ブレイクザ5アーナー1のボスのところかな。I'm back。とりあえず進みましょう。そうは言われても。入りますよ。ほい。うわープルミさんだー。うぅ。めっちゃ強そうだ。あ、わかったわかった。盾をうまく使っていくか。こういう感じで、そうね、よし。よし、3発。いいぞいいぞ、なるべく引きつけろ。オッケーオッケーオッケー、いい感じです、いい感じ。ちょっと待った。あ、変わってんのね、携帯。よしよしよし、見えてきた見えてきた。プルミさんの攻略が見えてきたぞ。一回こうで、ワンジャンプで、こうだね。いいね、引きつけて。よし、来た。第二形態までは分かった。あ、くそー、ここもまた。よしよしよし、来た来た来た。 OKOKOK。 何、耐久、あぶね。うそー、今の当たっちゃうかねー。そこがね、この乱数さえうまくいけば。まずここで2発与えて、上に行って1発、ここで1発で近づけて大ジャンプで1個ジャンプ。よし、で下に1回降りる、引きつけてジャンプしてここまで来る。あとは近づいて大ジャンプ、ここは変わんない。で第2形態、いいね、パターンは分かった。よし、来た。よしよし、この辺までは、まあ、運要素もありますけど、割と、うわ、くっそ。よし、来た。頼む。いい球来い。危ね。よし、抜けた。抜けた、抜けた、抜けた。待て待て。集中。そんなに難しい球でもないだろう。これは
そうね、これはいける。帰ってきた。ちょっと待て、乱射ゾーン、体力が見えないから、あ、また磁気狙い入ってるの。1個入ってるってことは動き回れ。とどまんな、とどまんな。これでいけるか。うーん、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、ああ、それはそれはかわせ、まあでも左下だよねやっぱりね。これどっかかわしやすいところあると助かるんだけどな。危ない、よし来た。これはそんな難しくないな。集中しろ。危ね、そうは言っても今危なかったな。でこの後のこれ乱数かな。お、来た。ここもいいんだよね。なんとなくでかわすのよ。しっかりよく見てかわせよ。この後のなんかの拡散弾がちょっときつかったな。どの辺でかわせばいいんだろう。あ、来た、これ。うっす、ちょっと待って、これ待って待って、最初がかわせない。そこ突破すれば割と広めの弾幕なんだよね。さあいい弾来い、絶好調の弾来いよ。危ねえな、もういい弾来いっつってんじゃん。よし来た、頼むぞ。ここも乱数よ、味方してくれ。さあ乱数よ、味方するんだ。今こそプルミさんを倒す。乱数、危ねえな、頼むぞ。そこじゃない、うーん。さあこの後なんですけどね、散らしてくる攻撃が入ってからが問題なんだよ。そうだが、そこはもう対策済みなので倒せる。ここだ、ここ当たんない。そう、当たるじゃねえか。なんで当たんだあそこ。話が違うんだよ。話なんてもともとつけてないってことか。危なかった。今これはラッキーな回か。勝たせてくれ。だったらあの弾やばいな、あのぐるぐる回してくるやつ。最初乱数だったらちょっときついけど、そうじゃなければ。あ、来た来た、しまった。来た来た、よけよけたよけた。よしよし、いいぞ。一回避けられればあとは多分そんなに出始めだけ。あぶね、よし、待って待って、まだあんのか。ちょっとくそー、ちょ、うわ、ぶね。ちょっと待った、それはかわせ、くそー。なんか来た来た、戻ってきた。ちょっと待って、これ最終かな。だとすれば集中ゾーン、ここ一番よ。ちょっと待った、ちょっとまだ、ちょっと待って、まだ携帯変えんの。そう、あ、でも倒したのかなこれ。相打ちかな。相打ちだ。あー、くそー、次だな。
よし来たぞ、行くぞ、おしまいにする、来い、ぶっ倒すぞ、全神経集中、行くぞ、この後だよ。来た来た来た、よしよしよし、オッケー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 、倒したか、行くぞ、取るぞ、ほっ、よっしゃ、オールステージクリア、Thank you for playing、倒した、やっぱり強い、はあ、よっしゃ、来た、難しかったな。しかし何形態持ってんのブルミさん、まあ個人的には楽しかったですね。本当に難しかったんですけど、うん、ボスね、オッケー倒しました。そして全クリー、アイワナブレイクサ5アーナー2バージョン 1.00 ですね。前作の5アーナー1は1回公開されてからエクストラステージを追加されたんですけども、今回はもう2をリリースされた時点でエクストラありましたからね、まあ、つまりはこれで完全クリアということでしょう。 OK、 まあ相変わらず独特の雰囲気と、まあ、いい意味でね、独特の雰囲気とボスのこの達成感、まあ、本当やってる時はね投げたくなるなと思う時も正直ありましたけど、まあ倒した後だから感じることかもしれませんけども、達成感ありますね。よし、じゃあちょっと一回戻ってデス数と経過時間見ましょうか。アイワのブレイクザ5アナー2、はい、こういう感じです。デス数 100じゃない、1933です。経過時間4時間27分47秒となってます。5時間近くやってたってことですかね。なかなかクリアまでに時間がかかったアイワナですね、まあ、エクストラ通してですからね。そして約2000ですと、やりごたえ抜群。よし、じゃあこれでそうですね、完全クリアとさせていただきたいと思います。また単発にはしたいと思うんですけども、また結構なパート数になるかなとは思うんですけどもね、編集して公開したいと思います。はい、ということでこれまたプルミさんからね直接公開の連絡いただいたんですけども、本当に、ありがとうございました。難しいアイワナでした。でも面白くもありましたね。もし次回作作られる際はもう少しまあ、もちろんクリアできない難易度ではないですけども、優しめにしていただいてもっと広くね多くの方がプレイできるようなアイワナに、していただけたらいいんじゃないかなと個人的には思います。本当楽しいアイワナでした。はい、よし、ではまた次回作品のアイワナでお会いしましょう。ジュンジーでした。ではまたねー。